笑いが一番いい。笑いが一番いい。笑いが。そうだけ。ありがとう。お前らすごい。どうあるべきとんだろう。言わんにはわからんだろう。二月某日、この男が会社に現れた。おはようございます。あ、どうもすいません。おはようございます。元 WBA 世界ミドル級チャンピオン、その拳で世界を制した強い男が話があるという。どうされました？相談があるんですけど。はい。 YouTube 始めたいなと思って。ああ、あのまあ正直今トカシキさんと畠山と僕で、はい、ボクシングチャンネルはやってるんですけど、ええ、じゃなくて一人で、ええ、なんかやりたいんですよ。一人で YouTube をやりたい。なぜ一人なのか。またなぜいきなり一人で。いや、僕あの普段も最近 YouTube ばっかり見てるんですけど、ええ、みんななんか生き生きしてるんですよね、 YouTuber が。あー、うん、なんか好きなことやってる感じ。そうそうそう、あの自分も一回死にそうなって見てて YouTube を、俺もやりたい、どうせ一回の命なら楽しくやった方がいいかなと思って。2014年に竹原は膀胱がんと診断され、約1年間の闘病生活を送っていた。医師からは余命1年と宣告され、竹原はそんな中あることを思った。余命1年と言われてましたっけ？って言われてもう6年目か、はい、5年半経ったんで、はい、はい、それで YouTube に。そうですね。いや、まあ現にね、あのテレビとかも何回も呼ばれて出たことあるんですけど、テレビ出ても呼ばれても主役じゃないじゃないですか。結局ね、僕のね喋ったことなんかほとんどカットされて使われなかったり、だったら自分でね、ねこの発信していった方がいいんじゃないのかなと。いろんなことに挑戦したり。はあ、ただね、あの僕は何もできないんで、ええ、制作も企画力も何もないし、そこでまあマッコイさんに、うん、俺でいいですか。まあマッコイさんがいいなと思って。マッコイ斉藤、時代に流されない独特の演出スタイルを貫き、芸人さんや業界関係者から奇才と呼ばれる男。趣味はバイクとボクシングという生き生きな男。だけど頼む相手を間違えた。正直マッコイさん、はい、死にかけたことありますか？僕ですか？はい、ないです。ないでしょ、はい、甘いですね。甘いですね。え、やっぱり僕ちょっと本当不謹慎かもしれないですけど、はいはい、やっぱり大病がんなられたじゃないですか、余命、はい、1年の宣告をされて、はいはい、でどういう気分だったんですか？もう死ぬの待つだけだと思ったんですけど、はい、それじゃダメだなと思って、まだ生きたいっていう、はい、のが強かったんで、ええ、いろいろ調べてネットで、ええ、もうあらゆることやりました。1年間にも及ぶがんの闘病生活を送った竹原は、治療する上であることを学んだと。それが竹原だから伝えられること。がんには何がいいか、でまずは、ええ、体を絶対冷やさないとか、はい、そういう初心のことから、あと食べ物とか、ええ、有機野菜、魚中心、肉は一切食べなかったですね、年間ぐらい。他何かあったんですか？いっぱい笑って。お、いっぱい笑う。笑いが一番いいんです。笑いが一番いい。笑いが、がんには笑いがつく。本当は腹の底から笑うのがいいんですけど、そういう状況の時って笑えないんですよ。笑えないけど、嘘笑いでもいいから笑うことが大事。笑うことが大事。いやもうね、まあ、ぶっちゃけまあチャンピオンになった肩書きはもちろん大事ですけど、ええ、まあそれを捨ててでもやっぱりみんなに勇気、笑いを与えたいですね。笑いを与えたい。何でもやります。え、今竹原さん何て言うんですか？何でもやります。竹原、何でもやる。その代わり、まあ悪っていうか罪になるようなことはやりませんけど、何でも紹介します。本当にやります。はい、今言いましたよ。言いましたよ。何でもやるって。やります。本当に何でもやるんですね。ボクシングは
命をかけて死んでもいいと思って戦ってきました、はい、病気になった時は死にたくない、生きたいと思って頑張って戦いました、はい、今回はね、まあ、死なないでしょ、何でもやりますよ、はい、はい、本当っすね、本当ですよ、はい、俺その言葉信じますよ、まあ、信じるけど何でもやりますよ。この番組は竹原が笑いのために何でもやる番組に決定。茨城に、はい、なんかすげえ高いバンジージャンプとかあるんですけど、そこを竹原さん飛べとか言われたら飛びます？広島のもみじまんじゅう食いながら飛べって言ったら飛びます？そういう何でもですか？はい、あ、やりますよ。これ言いましたよやりますよ。本当ですか？はい、前田、ただね、あの、僕兵所恐怖症なんで、そういうのはダメですけどね。あ、狭いとこ、狭いとこ閉じ込められたりするのはダメですけど、いや、それはダメですよ、はい、あの、何でもやるって言ったんだから。突然すっぱだけなとかそういう笑いはいらないですよ、僕いや、何でもやるって言われたら違うでしょ。